よろしくお願いします。いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、相手の方の戦型が一体何なんでしょうね。まあ振り飛車の匂いはするけどね、匂いがするんで、まあしばらく様子を見つつ、どこに飛車振ってくるんですかみたいな。あ、四間飛車っすね。まあなので、そしたらこっちとしてはまあミレニアムやっていこうかなと思います。まあ、そしたらまあ角上がってミレニアムに囲っていきたいなと思ってるんですけど、まあ組ましてもらえるかどうか問題はありますね。まあ、最近分かったことなんですけど、まあ、ミレニアムってやっぱ組み上がると硬いんで、組まれるまでに仕掛けられるのが一番嫌みたいなことをちらっと聞きまして、まあ、それはなんか穴熊、居飛車穴熊に対する藤井システムみたいなところと似てるものがありますよね。藤井システムもね、穴熊に組まれると辛いから、じゃあその穴熊に組まさないうちに攻めちゃおうみたいな、そういう戦型になるわけなんですけど、ミレニアムもまあ似たものがあるって感じですか。まあこれは銀引いて固めていきましょう。これ腰掛け銀型だと銀引きやすくなるっていう感じですね。まあ普通にやってきそうなのが歩ついて角引いて歩ついてみたいな。銀だけくっつきたいんだよね。銀だけくっついておきたいんだよね。まあ歩ついてくるパターンと銀出てくるパターンと、あと何があるかな、向かい飛車に回るパターンとかはぼちぼち見るかな、この形だとね。まあ3択ぐらいじゃないですか。いきなりここでぶつけてくるのは、角交換、同桂、角打ちで飛車が動けなくなって飛車先の歩ついていくみたいなのがありますよね。まあそれは引いといて、でおそらくこの歩をついてくるルートになるんじゃないかな。で銀くっつけて、まあ、本当はね、ここの時点で銀がくっついてると嬉しいんだけど、そうはなってないのが後手番の悩みではあって、まあまあしゃあないかな。さあ、ここでどうするか。香車とか上がってくるんだったらもう仕掛けますよ。これは、もうこの形自体が、先手番の符号で言うと2四歩からの仕掛けがあるって感じですか。2四歩同歩、5五歩に対して3択。銀で取るか、銀が下がるか、角が来るか。ということで、飛車回ってきましたね。これは、でも、桂馬も使っていく形にしたいかな。歩ついて、銀下がって、桂跳ねて、銀上がってきて。桂頭のケアもしときたいけどな。どこが、まあまあ、右桂やっぱ使っていくんかな。普通はね。まあ、ここまでは多分いきますよね。で、ここの歩を交換するのがいいのか、こっちの歩を交換するのがいいのか、ちょっと迷ってるんだけど、こっちかな、普通はね。ここの歩、1個なくなるのでかいよね。で、こうやって転換して使うみたいな、感じなのかな。で、この歩が浮くと、ここの交換がしやすくなるから、まあ、ここ一回行っておきましょう。で、仮に、ここ来ると、歩打って銀が死んでるから、銀と桂の交換になるみたいなルートになるんだよね。なので、ここの歩は来れないはず。歩来たら、歩打って取り込ませて、の方がいいのか。ここは権利で残しといて、取って歩打たれて歩打った方がいいのかな。ついて歩、そこはなんだこれ、一歩あるからここの系統を狙ってるってことか。はあ、まあでもこれは歩打って取り込まれて同歩、うん、歩ついてから4五歩3六歩4四歩に、まあ、取り込まれて同角とかでいいんじゃないかな。桂と銀の交換でしょ、それはこっちの方がいいと思うんだけどね。ということで歩打っていきますか。まあ取って、で取った手がこれ次歩成りに捨てるんで、多分払ってくるか飛車回ってくるか、
でも飛車回りは銀打ちか。なんか払ってくるんだろうね、きっと。だよね。で、ここで何をするか。まあ、飛車をこうビュンって回って、なんかこのラインで使うよみたいなのはなんかやりたそうに見えるし、角が今このラインいるんで、なんか桂ピョンして狙っていく手もありそうだし、悩ましいね。桂ピョンしてなんか飛車回ったりすると、なんか飛車こうやって回ってきて、なんかこの桂がいないことによって角ズボって抜かれるみたいな、角ブッチでなんか飛車抜かれるみたいなルートが見えるんで、一回先にどうするのがいいか。桂ジャンプもやりたいんだけど、飛車回りなのかな。飛車回って角ぶっち、なんじゃ飛車ぶっち、同飛車、桂馬ジャンプ、手順が難しいな。手順が難しいんだけど、まあ、飛車はうっちしないルートで行くのがいいかな。まあ、一回桂馬、悩ましい。こっち行くんかな。歩打たれて、同飛車に、角を切られたら、こっち行って。まあ、飛車なんか回りそうだけどね。角がここに行けるようにもなったっていう意味も込めて。ただ、この焦点の歩が気になるんだよな。角のラインが一瞬止められるからね。同飛車。いやーこれ桂馬ジャンプとかの方が良かったかな。まあこれで桂馬ジャンプはとりあえずしとくんですかね。歩も取りながらっていう。まああと角がいなければ慣れるんですけど、銀は打ちたくないんだよな。となるとやっぱりブッチの筋がなんか見えるんだけど、そうね、相手が角のラインでなんか攻めようとした時にブッチしたいな。権利やからね、ブッチは。まあ桂馬交換しに行って5五桂狙ってここの成り見せるのかな。そしたら角が浮くでしょっていう感じ。まあ今すぐこの桂は取ることはできないから、歩で受けるとか桂で受けるとかなんかそういう感じになるんだろうけど、この桂がさばけて5五桂打てるのはでかそうに見えるけどな。金取りにしながらこっちに成り桂作ってみたいな感じでどうなのか。ここに銀打ちはなんか重かったような気がする。なんか重いよね、形重いよね。下がられて何でもなさそう。まあ、角のラインを二重に止めるなら歩打ちもあるやろうし、桂打ちもあるやろうし、歩打ったらまあ桂なって同金か同銀でしょ。で桂打っといて、まあ下がってなってみたいな。で角ぶっち同金、一応ねここになんか、ああそれはまあ取っといてまあ同金かな。金なら5五桂が消えるっちゃ消えるんだけど、ああまあそれなら5五かな。でまあ下がってくるんすかって話なんだけど、まあ瞬間ね。これはでもさ、一回この辺歩打っとくんかな。打っといて次なるぞみたいな。まあ、ここ取りも残ってますからね。まあ、これで歩打っといて。ただこの陣形になると飛車には弱い形になってるぞ。飛車打ちしてきたらなかなか辛いでしょう。まあ、これはなってっていいんじゃないかな。なって切って同金に、その時に KKK か、ここに K 打ってきそうやね。まあ銀上がって瞬間耐え、
車渡していいのか、この系の意味が薄れるもんね。まあこうかな、やっぱり一回は。でおそらくブッチしてくるでしょう。角ブッチ、まあ、飛車ブッチもこっち取っといて、まあそうだよね。で瞬間飛車取り当たっとるから、まあこれもブッチ勢いしてくるんか。まあ角銀桂桂、まあここの桂が気にはなる。まあ桂頭の銀で一回受けといて、で飛車下ろしたいね。飛車下ろして寄ったら取って同飛車みたいな、まあそれは一回受けとくわ。瞬間何得ですかって言われたら、これ角得かな、桂自分のやろ、ん角と桂の交換ぐらいかな。金銀は全部自分のやろ。で飛車があって、あでも飛車持っとんか俺、あれ角は自分のやろ。で飛車桂がないんか、あ桂あるわ、あれほんなら桂と飛車の交換ぐらいか、桂飛車交換ぐらいか。まあだいぶ得してますね。あーまあね、これはジャンプしたいよという意味なんでしょうけど、取られたらフーってこれ銀が逆に死ぬぞ。ということで、まあ、先に下ろしときますか。ここかな、ここはね、角打ちのラインが気になるからこっちかな。まあ下ろしといて、こう成り桂を寄ってってみたいなのを見てるんですが、まあこれは桂馬取っといていいんじゃないかな。まあ、桂馬取っといて、まあ桂馬ジャンプしてくるか歩取り込んでくるかでしょうけど、桂馬ジャンプはね、その瞬間歩打つと金は取られても別に、まあ別にっていう感じで、まあそれはでもこっちが入るよ。でここに歩を打つか桂を打つか、この金がいなければなんか下から打ってって詰みそうなんだけど、金取られて次になんかありますかって話よね。このラインに角は打てんからね今ね。こうやってガリガリ攻めていくんじゃない。この銀がいい仕事してますね。まあ瞬間確かに気持ちいい。金がいっぱい剥がせるから気持ちいいんだけど。瞬間気持ちいいんだけど、桂がなくなると後続手がなくなるから、攻め合い勝ちでどうなのというのが俺の考えなんだけど、同金は同銀で次桂打ってここに足していくみたいな感じなのかな。でここの銀取るのは一回取って同玉ですか同金ですかって聞いといて、まあ取って、だからこの銀に働きかけないとなんか金打つとかね、銀に働きかけないと結構まずそうな気はするんだけど、さあこの辺からっすね。まあ同金ならなんか角打ちから詰みかな、なんか歩なって同金なら角打ってどこ行くんすかってなるよね。下は金でアウトでしょ、上も金打って下行って角なればアウトでしょ、だから同玉なんだろうね。となると、ん、それは怪しいな。まあ、同玉だろ、同玉の後に、こっちは、銀、金、角、桂あるんでしょ、まあ、一回銀打つよね。で、下がるよね。で、金打つよね。余計
冷えるの？架空って？ギリ積んでないと言いたいの？本当これ、ここになんか銀打ったはいいな、多分な。取って動力なんかありそうなんだけど、いやなんかね、ここに銀打っとけばここを封鎖しとるから、なんか捨てて動力になんか封ついてってこっち避けるしかなくて金みたいな、そういうルートが見えるんだよね。まあこれ詰めろかって言われたら多分詰めろじゃないね。金打って横避けて、大丈夫だと思うんだけど、金打って、いやまあとりあえず取るけど、取って、いや分からん、早く読みたい。取って同玉に金打って、こっちかこっちかでしょ。まあこっちは竜入って合駒機関から避けて切り飛ばして銀金あるから詰みになるから、まあ取るんだろうけどね。まあ取って、で、同玉でしょ、きっと。同金はアウトでしょ？だろうね。金でこっち行って、銀打って、同金、あ、これ待てよ、これ取ったら、ん？金打って、こっち行って、銀打って、取って、取って、取ったら、一見流の形で詰みそう。こういって、こういったときに、角を離して打てばいいか。そうね。となると、金打って、金打って、こっち行って、銀打って、こっちかこっちかなんだけど、そのときに、ここなら金打って、あ、角か。桂もあるからね。いや、金銀だろ？金銀使ってて、桂が3枚あって、金打ってこっち行って銀行ってこっちの時は一間竜入って詰みなんだよね。だから上だよね。金銀で横行って角、上行く、な、捨てる、動力突く、こっちしかない、金は使ってる、桂が打って出る？いやー、待てよ。わからん。とりあえず金打とう。金打って、で、銀打って。待てよ、俺、桂打ちがあるかな？上はアウトなんで、横行って桂打つと。横行って桂打って、こっち行ったらやっぱアウトなんで、桂打って取るよね、一回ね。で、角打って上行って銀で押していけるよね、これ。ん？これは積んだ、桂打ちから積んだかもしれんね。あ、桂打ちが見えたからなんとかなったかもしれん、これ。まあ、取るルートは積みっすね。取って取って取って、一間竜回ってきて、合駒は上からやから、避けるよね。角打って、みたいな。これ積みましたね。積みましたね。桂打ちが見えてよかった。多分桂打って積む。読み抜けがなければ、読み抜けがなければ、桂打って積むはず。まあ、だよね。それはね、でも、こう言って。で、合駒して、角打って、同金、同銀ならず。で、積んじゃうね。これは積みましたね。金打っても角打ち。まあ、この金は動けないから、同金でしょ？で、同銀ならずで。うん。はい、ありました。はい、いかがでしょうか。今回ね、ミレニアムの戦いやっていきました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで、本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。